品種でいいのかな、はい、品種で桃太郎っていう桃太郎品種で、桃太郎ワンダーっていう30種類ぐらいかなあって、はい、産地とか農家さんが作りたい品種を選ぶなんか感じで、日差しをこう浴びちゃったりとか水の吸い方によってバリッと割れることが多い。桃太郎自体がそもそも結構多かったんですけど、このワンダーっていう品種はそれが比較的少なくて、こうカチッと実が固め締まったりとかが一応大きな特徴。基本加熱すると癖が減って食べれるって方も多いと思うんで、シンプルなのだとこう横でこう輪切りに切ってもらって、トースターとかオーブンとかで並べて焼くと美味しいです。上にこうチーズをこうブツブツ焼いてもらうと割とトロッとして、全然臭みもなくいけると思います。はい。